はい、渡辺です。今回もノーマットに加藤みなみのクラスで久しぶりにね、コロダイトマーク2スティームショットのクラスでモロッコのチームデスマッチで遊んでみたいと思います。敵2人パーティーいますね。今回もリアクティブメッセージチャレンジなんでね、今回はねフューチャーサイトっていうリアクティブメッセージですね。あの解除条件はね、先ほど解除したのソーラーフラーレと同じく9キルするだけで明細解除できますね。はい、ラブルドイ、こっからいる場合もあるんだよね。ここでガン見しつつな、いるでしょ。新しいリアクティブメッセージですね。これでやっぱ強いわ。リスポーンここです。こっからリスポーン、あ、いるな。ドクロマークにも要注意です。ワイヤー、マップはやっぱり重要ですからね。あ、うまいうまい。敵2人パーティー入ってるんですよ。1キルですが上に、さっきからこのバッテリーばっか倒してね俺。ダメだ、2キル。タックデプロイビーコンが使用された、警戒しろ。味方のタックデプロイビーコン、こういうとこ仕掛けだして。よしよし、だんだんとキルができてますね。いい塩梅です。あれ、痛い痛い痛い、あっ、来たこれ。このマップほんと最近よくやってますよ。面白いですね。まだいるでしょこれ。開いたのか。今度はあのバッテリーやられた。バリケードを設置する。勝ってるけど僅差ですね。パーティー入ってるからな。でも2人パーティー、あ、今連続キルといきたいところだけど、あ、今ああいうチーム決まったんですか。皆さん、あの MWの方はやっぱり買えますか。やっぱりはい、決まった。自分はあの買うとか、やっぱり買うやとか買わないやとか言ってたんだけど、やっぱり買うかもしれないですね。やっぱりコットだから面白そうだから。あれあんまりベータでやらなかったんだけど、お、ヘッドショット入ったな。いらねえんだけどね、もう。シングルキルばっかりだな。ちょっと今お金がないんでね、ちょっと今買えないんだけど。ここにしか引っかかるんじゃない、これ。よしよし。面白いでしょ、この奮い立たせるっていう、リアクティブメッサイ。よし、誰か反響や。ちょっとな、9キルやってんだけど終わらないんですよこれ。さっきもソーラーフラーレ結構あのキルやってたんだけど解除できなかったんですよ。最後の方でね解除できたんですよ。じゃあその試合で30キルぐらいいってね、あのカン感、面白いでしょ。カーンってなるっすね。カーン、あ、解除した、解除。オッケーオッケー、ジュノーも発動して申し分なし。カーン、カーン、あ、ケアパケも回したね。バッチリ、ドカもかけるに決まってるよ。あ、で、こういう場合にあれか、あ、大丈夫、
が破壊された。よしよしよし、オッケーだ。 RCXD 展開準備よし。21キロいってるよ。いこ、オッケー、終わったぜ。これかソーラーフラレってやつ。あ、死んだのかな。ラートかまた。つまらんつうのこれ。このマップも建物多いからな、決まらないんじゃない、あんまり。どうだろうな。あ、決まって決まるな。でも決まらないよこれ。この方向にいたよね。この方向にいたよね。いるっしょ。階段上がっていってるの今。あらら、よしよし、あるし。列にいるのはミッションを終わらせてからにしろ。ここ行くか。あ、逆かもしんねえなこれ。ここだな。おお、またダブルキル、すごい。でリスポーションだよこれ。ここで、ここだな。入る、右にいる。あ、やられた。分かってたけど、今度も30キロいかねえか。これさっきも30キロいったんだよ。リアクティブミサイル、ソーラーフラリ解除した時もニュークタのチームと使ってた。さっき30キロちょうどいったんですよ。チームデスマッチで30キロいけばいいんじゃないですか。あ、さっきの MW の話だけどね、下狙えるんだけど、もうやられそうだったから逃げようって。逃げたでしょ。ダメだ、立ち強いね、やっぱり。終わるな、今度30キロいかんね。敵の UAV これいるぞ、これ。27キロ。このぐらいいけばいいわ。MW、あの、ちょっと10月過ぎてから多分買おうかもしれない。金ねえから。あ、相打ち決まらん。上空に敵のスナイパーヘリが回るな。終わった。もうちょっとキルやったかった。28キルいけばいいっしょ。ベストプレーちゃうか俺、もしかしたら。じゃあだいたいリーパーがね、なのに、ね、うちらのトップだな。うまいね。このリアクティブミサイルはね、あのアフターライフっていうリアクティブミサイルだったんだけど、これもかっこいいよね。モロッコ面白いね。前はほんと全然やらなかったんですよ、敬遠してたんですよ。今逆に好きになってよくやるようにしてますね。あの MW ね、10月過ぎてからですね、買うのは。10月25日リリースなんだけど、その前にはちょっと買っときたいんだけど、わからんですね。買うと思うんだけどね。やったな。フューチャーサイト。この迷彩でキルを9回達成してリアクティブを表示。に、プラス 2500XP ですね。28キル16です。プラス12ってことでね。キルレ 1.75。はい。プロミオさんありがとうございました。こんだけ溜まってますね。今、これレベル低いからね、ティアース。早いんですよ。あの武器レベルと一緒だよね。低い、レベルが低いときは、レベル上がる、上昇率が結構多いんでね。早く上がるようになってます。ロック今溜まってますね。もうこの前420個溜めてたのは一気に解放したからね。で、これ、あ、いいか、進んでる。トリプルダウン。あと1回だ。これが終わらないね、4連フィード。今回もノーマット、今回ノーマットですね。ケーナイトが1569キル。メッシュマインが1910ですね。あ、2000。もう行くね、もうちょいで。今回久しぶりにこれ、コロデート使ったんですけど、いいっすね。これマーク2だからあんまり全体的に、あの、迷彩が広がってないっすね。今回はこちらっすね。こちら。フューチャーサイト。キルを達成して段階的に異なるスキンを発動。ゲーム開始時。通常のやつでちょっと見てみようか。コロデート。これで、これにして。あ、一緒か。はあ。フューチャーサイト、いいっすよね。
ゲーム開始時で3キルずつか、これは3キル6キル9キル、面白いね。ああいいね、これまた使っていくんだよいずれね。もうゴールド、ダイヤもしてるからね、武器レベルも最大になってるからクラスから外してるんだけど、これたまに使うんでね。はい、以上にしたいと思います。今回はね、加藤みなみのクラスでコロダイトマーク2スティムショットにスペシャリストはノーマットを使用して、モロッコのチームデスマッチの試合でリアクティブ明細のフューチャーサイトを解除しました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。